はい、皆さんこんにちは。ふるさと回帰支援センターの理事長をしてます高橋です。私どもふるさと回帰支援センターは9月8、9の2日間、東京の有楽町でふるさと回帰フェア2018をやります。今年で16回になるんです。今年はですね、47都道府県から370の自治体団体が集まって、2万人を目標にですね、やろうとしてます。これまで14回このフェアをやってきましたけども、年々広がっておりまして、昨年あたりはですね、全体の移住希望者のうちの若者、あるいは子育てに向かおうというお母さんたちを中心にですね、2万人が集まったというような状況であります。ぜひ見に来てください。土曜日8日はですね、3時から有楽町の朝日ホールで前夜祭やります。ここにはですね、第一の芸術祭で最近名前が売れてきた北川フラムさんが記念講演を行います。記念講演では、文化と地域活性化というテーマでありますので、なかなか面白いというふうに思いますので、ぜひ来てください。で、9日の日曜日は朝10時から夕方の4時半まで、国際フォーラムの地下1階のイベントホールにで行います。ぜひですね、来てください。全国各地の自治体からさまざまな人たちがですね、我が町我が市に来たらこういう暮らしができますよと、こういう地方暮らしが楽しめますよということを競い合って、で皆さんに地方暮らしをお勧めいたしますので、ぜひ足を運んでほしいというふうに思います。私も現地で頑張りますので、ぜひ私の顔を見に来てください。よろしくお願いします。以上です。待ってるよ。何分だった？